どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さん、ステイホームのゴールデンウィークです。ちょっと私ね、ちょっと思ったというか想像したんですけど、このゴールデンウィークとかこのステイホームの期間に、ガズレレ YouTube とか見つけたりとかしてウクレレ始めようかなと思っている方はすごく多いんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと待ってください。どうするかといえば、やっぱり Amazon とかこうネットショッピングでウクレレ買おうと思いますよね。はい。私もね、ウクレレこれ、販売して、プロデュースしてるんですけど、やっぱ初心者の方にいきなりこのウクレレを買ってもらうっていうのもちょっとなんか難しい、価格帯なんで、もちろん最初はね、もう安いウクレレでいいと思うんですけど、そういう方に向けて、以前、4年ぐらい前に私ね、すごい動画撮ってたんですよ。3300円のウクレレを Amazon で買って、それをどうやって弾けるまでにするかというやつです。そこの動画でいろんな注意点を私が言ってるんで、今この時期、いいなと思ってアーカイブアップロードということで、過去撮った動画をこの後そのままシェアします。これすごく有用だと思います。もうね、多分皆さん買ったばっかりのウクレレはね、チューニングも合ってなければね、もう何が何だか分かんないと思うんですよね。はい、まず弾ける状態にするまで、昔の私です。ちょっとだいぶ今とは雰囲気が違いますけどね。分かりやすい動画になってます。この動画もね、かなりお役立ち動画なんで、今からウクレレ買おうかなって悩んでる方とか、Amazon でポチっちゃったけど意味分かんないという方はきっと多いからね、ぜひお願いします。そしてあと1個だけお知らせ。5月10日、2020年5月10日にガズのイベントあります。オンラインでのイベントをやります。はい。おうちでガズレレ、ステイホームというイベントです。これチケット代660円税込みで、ウクレレのこの抽選プレゼント会もありますからね。あとは、ほんと初心者レッスンから上級レッスンまで、あとガズのね、いろんなこの面白い話、まあ、私がどんな今までの音楽人生を辿ってきたかとか、ほんと、YouTube ではもうほとんど知られてないようなね、もう面白いネタをいっぱい用意しております。当たった人には直接電話して話したりとかね、いろいろ考えてますからね。それ2時間ぐらいのイベントですから、申し込みはここ、今リンク貼っておきますけど、ここから申し込みしてください。それではですね、このみんな通販で買ったウクレレどうしようかっていう動画、はい、これからシェアします。あとでまたここ戻ってくるんで、お時間ある方は最後までご覧になってください。それではどうぞ。どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、ウクレレ持ってません。なぜかと言いますとですね、Amazon でですね、一番安い3300円のマハロウクレレを買ったので、それを弾けるまでどういう風に使うか、こんな動画を紹介したいと思います。はい。さっき我が家にやってきましたよ。Amazon COJP カズ。あ、これ破れちゃった。開けてますけどね。これ今開けます。今僕も初めてこれ見るんですよ。はい。こうやって入ってました。これですよ、買ったのは。これはですね、はい、よいしょ。まず入ってくる。入ってない。はい。じゃん。マハロアート2シリーズ。これ3300円でしたよ。はい。どんな感じでしょうか。開けてみましょう。じゃん。あ、ケースが上に乗っかってましたね。この不織布みたいなちょっと紙ですけど、一応カバーがついてました。すごいですね。へへへ、へへ。どんな感じでしょうか。あら、出た。カエルのマークでした。これが3300円で買った Amazon のウクレレで、今ね、開けたばっかなんですけど。まあ、綺麗になってます。最初に言っときますけどね、こういうタイプのウクレレっていうのはですね、結構使えると思うんですけど、最初、チューニングがすごい合わないんです。はい。最初に言っときますよ。じゃあ、どうやってそのチューニングを合わせるでしょうか？私の場合。ちょっと見ていただきましょう。じゃあ、今このね、出したばっかのやつを弾いてみますね。はい。当たり前ですが、全然チューニング合ってません。で、最初のね、この買ったばっか、出荷したばっかのウクレレっていうのはもう本当に何にも引っ張ってないんですよ。弦をね。だからダラ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 もうこんなビヨーンって感じなんですね。ダランダランダランって。これを巻いて貼ってチューニング合わせていくんですけど、安いウクレレの弦って素材がそんな良くないんですよね、やっぱり。で、チューニングあったと思っても、あった瞬間にどんどん下がっていく。それをもう一週間くらい繰り返さないとですね、もう、チューニングいつまで経っても合わないっていう特徴がありまして、まずそれをね、少しでもその伸びを、なんていうのかな、減らそうかなっていうことを今、ちょっとやり方、私流のやり方、ガズ流のやり方を紹介したいと思います。はい。じゃあまずですね、あまりにこれ、ダラダラすぎるので、
こういうチューナーをここに当ててもですね、もう何オクターブしたかもうわかんないんですよ。だから一個の方法としては、こういう音差っていうのがあるんですけど、ね、音差ってもう今の足とあんまり知らないですよね。これをね、キーンってどっか叩くんです、カチンって。こうやって耳に聞くと、今、プーンって音が聞こえます。これはね、A っていう 440Hz っていう A の音なんですよね。ウクレレで言うとですね、一弦の音なんです。だからこれを聞いて、ここの音まで合うように、これを巻いていこうと思います。一弦をね。これこうやって響かすと聞こえるんです。聞こえたでしょ?ほら。これが振動して、ここに今共鳴しました。はい。ブーン。この高さまでこのペグを巻いていこうと思いますが、長い道のりですよ、ここからは。本当はこれもそうなんですけど、これ1オクターブ下なんで、もっと上げなきゃいけません。で、巻いていくんですけど、頑張れ頑張れって感じですね。今合ってますよね。合ってるけど次の瞬間には下がってます。もう一回確認してみましょうか。カチンと叩いて、この音ですからね。今大体音は合ってると思うんですけど、僕のこっちの手見ててくださいね。ちょっと引っ張ってあげるんですよ。そうすると落ちます。で巻く。永遠にこれの繰り返しです。やっと引っ張っても、ちょっと、ずれるっていうか、下がんなくなってきましたね。ほら、こんなに引っ張って、だいぶいいと思います、これ。はい。はい。一弦がなんとなく合いました。そしたらこれ逆算して、てーん。これも全部上げていくんですけど、まあまあ、じゃあ今度チューナーでやってみようかな。4弦やります。G ですよね。見えるかな。でこれでブーッと巻くの大変なんで、私みたいな楽器やってる方はこうストリングワインダーっていうのがあるんですよ。これをここにはめてくるくる回っていきます。 D が来ます。今 G に来た。今 G に来たんですけど、来てもね全然落ちていっちゃう、チューニングは。だから巻くんですけど、巻いても巻いても落ちていきます。今 G シャープがついてますよ。また右手注目してください。ちょっと引っ張ってあげます。はい、F まで下がっちゃいました。ちょっと引っ張ってあげるっていうのは弦のね、素材を伸ばしてるんですよ、これ。だから、あんまりバカみたいに引っ張っちゃったらバチンと切れちゃうと思いますけど、ちょっと適度にこう引っ張ってあげるのがいいんですね。今 F で、F から F シャープに来て G になりました。はい、G になってますね。でも引っ張るとまた F に戻っちゃいます。はい。だからまたこれを G に適当にずれ、そんなにずれなくなるまでこうやって引っ張り続ける。結構時間かかりますね。はい。やっとでもちょっと安定してきたかな。これでいいかな。はい。G に合ってます。で、さっきの A の様子を見てみましょう。結構いい子にいますね。ちょっと落ちちゃっただけ。で、次、こう G。自信あるっていいねですからね。チューニングわかんない方、ここにリンク貼っておきますね。はい。じゃあ、これ C です、ここは。3弦は C なんで。今何 ?A でしょ ?A、B、E、C。上がりすぎちゃった。C シャープ。はい。これ今 C 合いましたね。で、こっちも引っ張ってあげてみます。グー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 。右手でね、ほら。こうやってちょっと軽く引っ張る。そしてやっぱり B まで下がっちゃうんで C に戻して。また、これを引っ張ると、こうやってこれを繰り返して、弦を、素材をちょっとずつ伸ばして、チューニングを安定させていきます。うん。なかなか以前に比べるとなんか弦の伸びが少なくなった気がしますね。前はね、すごいこれ伸びてたんですよ。はい、こんな感じで今 C に合いました。4弦の演奏を見ます。 G ちょっと下がっちゃったけどまだいい子にいますね。はい、 G1 弦の演奏を見ましょう。おお、ちょっと下がったけどいつもよりいい子にしてますこの人。じゃあ2弦 GCEA、 自信あるって E の E ですね。弾いてみますと何が出てるかな。これ B が出てるから ABCDE で結構下になりますね。だからこれどんどん巻いていきます。さっきのストリングワインダーでもいいですし、まあ私の場合はですね、プロなんですごいのを持ってるんですよ。これ見てください。じゃーん。ドリルにこれがついてるんです。これはね、便利ですよ。やってみましょうか。こうです。あ、こうじゃない。ほら。早いでしょ。自信あるって E だから、A, B, C, D, E。かかりすぎちゃった。F。
はい、今のちょっと張り切って機械なんで早く回りすぎちゃいましたね。 E だから ABC D シャープ E、 あ、やっとここ E に来ました。はい、でまた同じようにここ引っ張ってあげる。ここ D を落ちて E、 これをねちょいちょい引っ張るのがポイントですよ。弦の素材を伸ばしてあげる。安定してきました。 A もだいぶいいですね。 E、 1弦今やってます。1弦のにして2弦の E、 ちょっと下がってるけども、うん、3弦が C ですね。 C バッチリ。 G もいい。お、ここまで合いましたよ。ちょっと2弦が高いか、1弦、はい、G、C、はい、ここまで、見るというのは所要時間8分かかってますんで、まあ8分ぐらいあればなんか一通り弾けるようになります。ちょっとね、このウクレレは安い3300円にしては結構いいと思うんですけどね。じゃあ弾いてみましょうか。Stop the season in the sun、 夏よ逃げないでくれ、いつまでもこのままでいたいのさ。はい、ワンフレーズ弾いてみました。はい、チューニングを確認してみましょう。ピン、4弦 G、 ちょっとやっぱ下がっちゃいますね。次 C、 C はいい子出ました。はい、次 E、 E もいいですね。 A、 あ、これも結構なんかちょっと高い気がする。こんな感じで、まあ、これだけ伸ばしててもちょっと弾いちゃうとずれるんで、まあ1週間ぐらいはちょこちょこチューニングをしていかなければなりません。はい、それでこれでね、結構ね、カエルちゃんのウクレレ3300円、これちょっとコボーンってしたような音ですね。まあ、ちょっとね見てもらうと分かるんですけど、このここちょっとまあ高めですよね。だけどまあちょっとチューニングずれきますけど、こももなんか丸い音しますけど、ウクレレね、まあ、3000円だったらまあいいんじゃないですか、遊びモデルで。はい、そんな感じでガズレレウクレレでした。さあ皆さんどうでした？ウクレレで買ってもチューニング合ってないからね、まずチューニング合わせるとか弾けるまでがやっぱりキーポイントになると思います。これは皆さん相当お役立てください。で、今から始めようと思っている方にこの動画教えてあげてくださいね。きっとね、お友達とか仲間もね、ウクレレ楽しいよって言って買ったはいいけど分かんないという状況になっている方いると思いますんで、ぜひお願いします。ウクレレなんですけど、今現在です、予約注文もう完売してるんですけど、もうちょっとでまた事前予約販売が受付できるようになります。ウクレレのことの情報はですね、ここにリンクがあってきます。ここに登録しておいてもらうと、ウクレレ入荷した時に皆さんの方にメッセージがいって、いついつ入荷しますんでご予約できますというような、メッセージがいくんで、ぜひご登録、言えてない、ご登録お願いいたします。あとですね、ガズレレいろんなグッズあります。見てこの T シャツがね、今いいんですよ。オンラインでやる時にこのしれっと T シャツ着てるとか、キャップね、これもいいですよ。あとはこのストラップだ、このハニーが作って、これ手作りハンドメイドストラップ、これすごくいろんなカラーがあってですね、もうバリエーション豊かです。これ毛糸でね、できてすごくソフトなんでね、とってもいいですよ。あとはこのガズレレでプロデュースしてるというか、私がデザインしてるこのリュックサック、これがコンサートウクレレが入るリュックサックなんですけど、ここにハンドルがついてて、もちろん横持ちもできます。で、コンサートウクレレが入るんですけど、スペースがいっぱいあるんで、出張の時なんかもこう詰められたりとか、まあ本当ただの大きいバッグとしても使えるし、ちっちゃいポーチが2つセパレートついてるんで、いろんな使い方できます。これもうちょっとしたらね、これ持ってお出かけしましょう。その時まで用意しといて、はい、よろしくお願いします。そんなようなグッズの情報と、あとはアプリだ。アプリがね、今リニューアルして1曲ずつダウンロードできたりとか、メトロノーム機能がついてパワーアップしてますんで、ぜひ皆さんのスマホにダウンロードしておいてください。これ随時ね、曲も増やしていくし、だんだん発展していきますからね。すべてのことをガズレレ .com に書いてありますので、ぜひガズレレ .com を見に行ってください。私、毎日ブログも書いてますので、そっちもお楽しみにください。あとはですね、この2冊の本、リットミュージック社から出てるこの黄色と緑の2冊の本、これ累計5万部に迫る大ヒット商品になってますけど、なぜこんなにヒットしてるかというと、簡単楽しい楽ちん、これがポイントになってます。これの第3弾が
もう今予約開始になってます。この赤い本ですけど6月18日に発売開始、今 Amazon などで予約注文を受け付けております。こちらの方もすぐ多大なご予約をいただいておりまして、皆さんありがとうございます。今度いろんなことねご活用していただいて、このガズレレ YouTube もぜひぜひあの皆さんシェアしてもらってね、笑顔を増やしていきましょう。こんな時だからこそ音楽、僕たちに音楽があって良かった。ステイホームの時期一番大切なのは笑顔になると思いますからね。はい、そんな時間増えるように、ガズレレも、毎日アップロード、いろんなタイプの曲をやっていこうと思います。皆さん楽しんでくださいね。はい、それではまた会いましょう。さようなら、バイバイ。